はい、酒好きな、俺の飲酒動画、やっていきたいと思います。今回は、かなり、そうですね、レアな、ウイスキーを、間違えた、焼酎って言おうとした。ウイスキーを、紹介したいと思います。飲んでいきたいと思います。はい、こちら。はい、見た目はね、ブラックニッカクリアの、4リッター、ちゃう、2リッターか。2リッターの、まあ、ペットボトル、ちゃうわ。これなんだ、紙パックか。なんですが、こちら。ブラックニカクリアではありません。はい。ちょっとカメラのあれがわからないんですけど、ね。ブラックニカクリアの下にですね、何か書いてあります。なんとかと書いてありますね。カメラのあれが悪くて、ちょっとわかりませんけど。これ実は、伝説の、超絶、レアな、超絶レアっていうほどレアではないんですけど、ブラックニッカ、クリア、ここの下にちっちゃく書いてあります。ブレンドなんです。ブラックニッカのクリアブレンドなんですね。ブラックニッカクリアとは違うんです。でね、その証拠にですね、はい、こちらとこちらの面では明らかにこのここ色褪せてるでしょ。ほらほら、これ店頭でね、これ一本だけ残ってたんで買ったんですよ。ほら明らかに色褪せてるんですよ。ほらこの状態で売ってたんで色褪せてるんですね。かなり昔の、ね、ほら、ほら。一つの面だけ、これ。こっちは。すっごい色褪せてるんですよ。うわーと思って。これいくらだったっけな1800円くらいじゃな、これ忘れた。もう忘れたわ。まあ、とりあえず開けていきたいと思います。ブラックニッカクリアブレンドじゃないかと。あのね、2チャンネルで、ブラックニッカスレを見てる俺にとってはね、結構、びっくりな感じでね。はい。びっくりな感じだったんですけども、ブラックニッカクリアよかは、評判はいいらしいですね。こちら。アルコール度数が37度。まあ、ブラックニカクリアと一緒ですね。ブラックニカクリアブレンド。柔らかな香りと、まろやかな味わい。癖のないさらっとした飲み心地のウイスキーです。うん。と書いてあります。1.8 リットル。2リットルじゃなかった。1.8 リットルだ、これ。これねまさか売ってるとは思わなかったっすよ。いやぁ。うんがいい。うんがいいというか。まあ、だいぶ前から売ってるんで。ね。そう、開封していきたいと思います。はい。それじゃあ。紙パックのウイスキーは初めてだね。多分ね、大して変わらないと思うんです。でも、一応、ブラックニッカのクリアと、違いとしては、一応、もう確認済みです。電話で確認しました。ブラックニッカクリアと、ブラックニッカクリアブレンド、どう違うんですかと。電話で問い合わせたところ、ブラックニッカクリア
に関しては、クリアブレンドの、まあ、いわゆる、ちょっとアレンジを施して、ちょっと改良を加えたと。クリアの飲み心地、まあ、いわゆる、結局初心者向けに、さらにしたという感じで、そうらしいですね。うん。そういうふうな、回答をいただきました。はい。それでは、ストレートでいただきたいと思います。乾杯。うん。うん。ちょっと待って。ちょっと待った、これは。ん？これさ、ごめん。よくよく考えたら、俺そもそも、聞き酒の、能力なかったわ。よくよく考えたら。よくよく考えたら飲み比べてこうやってさ、これとこれ飲み比べて、はいはいって飲んで、こっち飲んで、こっち飲んでっていう風に飲まないと、絶対、そんなね、単品単品でね、飲んでも、よくよく考えたらね、そんなに、俺、味覚の、あれないっていうことが、うん。うん。よくよく考えたらないわ。うん。よくよく考えたら、こう、こっちにブラックニカクリアを右手に持って、左手にブラックニカクリアブレンドを持って、はい、こっち飲んで、こっち飲んで、ってやれば、まあ、わからないことも、まあ、ないかもしんないですけど、こんな単品で飲んでさ、絶対わからんでって。まあ、ブラックニカクリアとの違いをあげろって言われたら、絶対わからないですよ。よくよく考えたら。これは難しいな。よくよく考えたら全くわからないぞ。全然味の違いがわからない。うん。本当にね、ニッカウイスキーの会社に、違うんですかって、再度、問い合わせたいぐらい、違いが全然わからない。まあ、少なくとも、こちらの、ブラックニッカのリッチブレンド、だっけ？うん。これとは、違いが全然わかるんですけど。うん。やっぱり、そうですね。香りが弱い。ブラックニッカのリッチブレンドと比べると、含んだ時の香りが全然違う。広がりがね。あ、こっちはおとなしいなと。クリアブレンドは。あ、おとなしい。うん。香りがね、この甘い香りが。ウイスキーのこの香りが。全然違うんです。と同時に、やっぱり、ブラックニカクリアのこのブレンドは、味が、ぶわーっと広がって、ぶわーっと閉じる。結構なくなるのが、味がこの、うん。パッと出て、パッと消えるみたいな。うん、簡単に言うとね。そんな感じだと、俺は思います。このリッチブレンドに比べたらですね。うん、やっぱリッチブレンドの方がコクもあり、やっぱ広がりもあるな、と。確かに値段の差は、ね。やっぱ値段1200円するだけあるな、と。うん。
まあ、まだね、日課ウイスキーの、日課ウイスキーで、未だにね、ブラック日課クリアと、今で、リッチブレンド、さっき飲んだやつね。で、クリアブレンド飲んで、あと、ハイニッカ飲んでるんですよ、僕。ね、ハイニッカ。今まで一番大好きなハイニッカちゃん。飲んでるんですけど、正直、まだ、ブラックニッカスペシャルと、ブラックニッカ8年飲んでないんですよ。この、大御所。大御所の2つ、飲んでないんですよ。その俺から言わせると、確かにブラックニカクリアとクリアブレンドに関してはちょっと、違いあるのかと。まあ手元にブラックニカクリアがないからもうどうしようもないんですけどもね。どうしようも比較のしようがないんですけど、俺の味覚だとね、記憶力と、味の記憶力と、味覚ではちょっとどうしようもないんですけど、さすがに多分大差はないと思います。うん。ブラックニカクリアとクリアブレンド。大差ないな。うん。俺の感じからして。はい、この感じからして。別に大差ねえわ。でもやっぱり、よくよく考えると、ブラックニッカークリアとクリアブレンドとハイニッカーって結構似てるなって味がね、似てるなって思いますね。でもやっぱりリッチブレンドは、やっぱり、ハイニッカーが今のところ俺、ウイスキーが一番、ね、ハイニッカーが一番好きだったんですけど、リッチブレンドは、やっぱ値段が高い。1200円。ハイニッカが900円。なんで、まあ、それくらい言うとやっぱり、1200円だけあるなと。うまいと。あ。ただ、コスパ的に考えるとね、やっぱハイニッカに落ち着くんですよね。ただコスパを考えないと、やっぱり、ブラックニカリッチブレンドは非常に美味しいです。間違いなく。間違いなく美味しいです。ハイニッカに比べて、コクと、さらに広がり。口に含んだ時の広がりですね。香り。が、完全にこの三つ星が、この、調和してる感じがあります。ただ、ブラックニカクリアとクリアブレンドに関しては、ごめん。俺のね、味覚ではね、全然わからない。多分、今ここに、ブラックニカクリアのブレンドがありますけど、ブラックニカクリアをここに置いといたとして、飲み比べしたとしても、大して全然変わらないと思う。俺の味覚だと。多分、全然わからないんちゃうかな。まあ、少なくともかなりアルコールの香り。まあ、いわゆる、
そうだな。アルコールの香りというより、ウォッカを飲んだ時の甘さが、の香りの、ウォッカを飲んだ時の香り、甘い香りがかなりするのは間違いないですね。うん。まあ、それはもともと、ブラックニカクリアって、やっぱり、ウイスキーが苦手な、そのピート香みたいな。ピートの香り？俺、そういうのはあんまり苦手なんですけど。うん。それが苦手な人に、向けに開発されただけある。と言わざるを得ない。ですね。やっぱり。いかにその、飲みやすさを追求したか。うん。いかに、ね、ウイスキーの癖をなくしたかと。うん。それに尽きるね。やっぱりブラックニカクリアっていうのは、2チャンネルではかなり、まずいと。ウイスキーじゃなくて焼酎だと。よく言われてますけどもね。こちらそんなことないです。うん。やっぱり、ウイスキーと、ウォッカを足して2で割った感じの、やっぱり結局、飲みやすさを追求した結果、こうなっちゃった。っていう、逆にね、そのウイスキーが好きな人を開拓するための、結局その段階ですよね。ね。酒が嫌いな人っていうのは、やっぱり、いかにその飲みやすさを追求させて、徐々にこう慣らしていくか。こうね、階段を作っていって、ね、それの、やっぱり一歩、踏み出すための、ウイスキーっていうので、やっぱりブラックニカクリア。ニッカウイスキーのブラックニカクリアっていうのは非常に、有能なものだと思ってます。うん。だから、これは、非常に美味しいです。うん。まあ、僕自身ね、ウイスキーで、一番嫌いな、ウイスキーは、やっぱり、スコッチです。スコッチはまずい。最初飲んだ時はね、また、変わるかもしれないですけどね。少なくともスコッチはちょっときつい。無理。で、あと、まあ、個人的にやっぱり、カナディアンウイスキーかな。カナディアンクラブとか。あれは逆にね、なんかね、物足りないんだよな。カナディアンウイスキーって。やっぱり初心者の人には、ブラックニカクリアを飲んでもらって、それでダメならちょっと、まあ、ブラックニカクリアをストレートで飲んでもらって、それでもダメなら、まず、そうだな。あれ。冷凍庫に入れてもらって。24時間。冷凍庫に入れといてください。それでちょっと飲んでみて。それでもダメならもう、ほとんど諦めてもらうしかねえな。うん。それで嫌いだったらもう、どうしようもねえわ。どうしようもねえっていう言い方もあれなんですけど。やっぱり、うん。そういうことっすね。
ウイスキーはやっぱり結構ね、なんだ、ウォッカとかと違って、やっぱりある程度癖があるもんですから、まあ、やっぱりね、向き不向きみたいなのあります。うん。だから、まあ、無理に好きになる必要はないですけどね。うん。まあ、感覚として、俺の中だと、ブラックニカクリアっていうのは、それなりにウイスキーの中では非常に飲みやすい。ブラックニカクリアではなく、ブラックニッカ。そうですね、ニッカウイスキーは非常に飲みやすいウイスキーの部類ではないかと。ブラックニカリッチブレンドにも、関してもね、非常に飲みやすいです。うん。飲みやすい。のでね。そうですね。まあ、無理に好きになる必要は、めっちゃ眠い。今、現在時刻。1時8分。1時8分です。うん。まあだからね、結局ね、まあ、向き不向きっていうのは、ね、ありますからね、別に、どうってことないです。まずければもう、バイバイって、投げちゃえばいいだけの話ですから、ね。ただ、興味を持ってくれるっていうのであれば、やっぱウイスキーっていうのは、ブラックニカクリアは非常に飲みやすい。飲みやすいっていうよりも、ブラックニカクリアは、俺の中だと、そうですね。ウイスキーと、ウォッカ。もし、いや、ウォッカだね。ウォッカ。を、1対1で混ぜ合わせたときにできる、ウイスキー、かっこはてなの部類ではないかと、俺は思ってます。ただし、それは結構2チャンネルでは叩かれてますけど、まあなんかね、うっすいとかね、こんなん、ね、ウイスキーじゃねえとかね、結構叩かれてますけど、そんなんしたこっちゃないっすよ、ぶっちゃけ。まあ、1対1で、ウイスキーを飲めたと。逆にその、飲みやすい、ウイスキーの、味を、ね、体験できたと思えば、安いんじゃないですか。まあ、ブラックニカクリア。確か600円か700円で買えますからね。まあ、それが、それ一本買って、もうまずかったらもう、あ、これダメだなと思ったら、もう投げちゃえばいいっす。俺別にそこまでね、ブラックニッカークリアを押す気はないですから。少なくとも酒は、ね。俺だって酒嫌いなのだってありますよ。酒飲みのいろいろ飲んでますけども。ワインはちょっと嫌いです。うん。ワインとね、ちょっと日本酒もあまり好きじゃないです。うん。明らかにちょっと日本酒もね、なんか、最近ちょっと、日本酒もちょっときついわ。うん。なんか日本酒はさ、なんか俺もあ今めっちゃ持ってるんですよ、日本酒。日本酒ね、かなりちょっと今
ね。在庫があるんですよ、在庫が。EC動画用にちょっと買いまくっちゃった感じの。ね。めっちゃ買っちゃった感じの。あー、やべえと思ってね。俺日本酒あんま好きじゃないんだけど、ちょっと買いまくっちゃった、みたいな。ノリでちょっと買いまくっちゃった、みたいな感じのね。かなりあるんです。でもね、俺実際、ブラックニカクリアって、ウイスキーで、俺今までウイスキーめっちゃ最初大嫌いだったんですよ。本当に。まあ、大嫌いだったっていうのも、やっぱり最初に飲んだウイスキーが、角瓶だったっていうのもあるんですけど。あ、僕自身、角瓶はマジ、大嫌いです。未だに。あれのどこがうまいかわからないっす。あ。やっぱりウイスキーっていうのは、いかに最初に飲んだやつが、うまいか、まずいか、自分に合うか、合うか、に関して、変わってくるんじゃないですか。うん。うん。だから、甘党の人には、ブラックニカクリアがおすすめです。辛党の人には、角瓶がおすすめかな。うん。未だに角瓶はね、全くもってね、結構やっぱりうまいっていう人もいるんですけど、それはやっぱり上級者だなと。うまいって言ってる人は、まあ、間違いなく上級者だなと。思ってますね。うん。少なくとも。俺の中では、間違いなく。あそこまで角瓶をね、うまいとはって言ってる人はね、ちょっと、確定で上級者でしょ。ああ。角瓶をうまいって言ってる人は結構やっぱり、ね、辛党の人ですわ。うん。うん。甘党のね、チョコレートとか大好きな。チョコレートとか、あとなんかほら、ね。いろいろあるでしょ。コーヒーとかさ、コーヒーのつまみに、チョコレートとか食べる人とかね。甘いの大好きとかね。まあ俺もね、甘いの大好きっていうほど甘いの大好きでもないんですよね。ああ。なんでかっていうと、コーヒーに関しては、俺、無糖が大好きなんで、ちょっとそこら辺ちょっと あんまりわからないんですけど、少なくともバレンタインデーで、もうバレンタインデーもとっくに過ぎてますけどもね、バレンタインデーで彼女から、チョコレートをいただいた時には、やったーって言って食う。やったーって言って食う人と、俺ちょっとチョコレート甘いの苦手なんだよっていう人の多分違いだと思うんですよね。男で考えると。甘党の人はもうやったーって言って食うタイプですね。俺完全にそれです。うん。俺もね、ここからちょっとね、思い出補正になりますけどね。いやー、彼女からね、初めてもらった、あれ美味しかったっすよ、チョコレート。バレンタインデーでもらったね、チョコレート。あれはね、美味しかった。もう普通に二十歳超えてますね。俺が初めて、彼女から、バレンタインデーのチョコレートをもらったのは、22歳かな ?22 歳か23歳。そのどっちかの時ですね。うん。その彼女にはね、感謝しましたよ。
俺、あのバレンタインデーで、あの、彼女から、あ、女の子からね、チョコレートもらうの初めてなんだよって言ってね。とか言ってね。本当に？とかって言って。その彼女がね、今で言う、ぽっちゃり系、ぽっちゃり系、ぽっちゃり系じゃないんだよな。完全にデブだったですからね。完全に。だってさ、160センチで70キロあったっすからね。160センチで70キロあったんで、確かね。あれ？確かそんぐらいあったよな。ああ、そんぐらいあったんで、完全にデブです。うん。でも、ね。やっぱり女の子は、見た目じゃ、あれかな。うん、別に、うん、やっぱ性格だなと。うん。少なくとも、俺、大嫌いなのが、ね。ギャルです。ギャル。ギャルギャル。ギャルちゃんが大嫌いです。例えば、超絶ギャルと、超絶デブだったら、デブです。うん。デブ選びます。やっぱり。いかにね、なんだ。うん。なんていうの？楽しく会話できるか。とか、そこら辺、じゃないですか。やっぱり。やばい。マジでやばい。これやばいぞ。ちょっとまずい。ということでね、ちょっと、かなり酔っ払ってきて、マジで吐きそうになってきたんで、ここら辺で終わりたいと思います。ブラックニッカのクリアのブレンドに関しては、まあ、四つ星、四つ星だな。四つ星。それではご視聴ありがとうございました。